ドルニエドゥ29ドルニエ博物館に展示されているドルニエドゥ29ドルニエドゥ29は1950年代に西ドイツの航空機メーカーのドルニエとドイツ航空宇宙センターがエストール機用のチルトプロペラシステムをテストするために開発した実験機である飛行テストではこのシステムが有効であることが証明されたがそれ以上のシステムと機体の双方の開発は 行われず、D29 はテスト飛行のみで退役した。第二次世界大戦中にヘリコプターを製造していた、フォッケアハゲリス社のハインリヒフォッケは、主翼の左右の端に、下方へ向けられる、推進式のプロペラを装備し、それにより、上昇水力を発生する短距離離着陸機の、開発を進めていた。この機種ホッケアハゲリスファ269の開発は、 戦況の悪化により途中で中止された。1950年代にフォッケのコンセプトの再評価に、連れて、エストールとブイトールキエの新たな関心が湧き、ドルニエ社が、チルトプロペラシステムの実証可能な機体の開発契約を受け負った。ドゥ29と命名された、この機体は、 ドゥ27個型輸送機を基本に2機のライカミング5-480エンジンを主翼化に備えるように改造された。このエンジンは推進式3枚ブレードのプロペラを駆動し最大90度の角度まで下方向きにチルトすることができた。エンジンに不具合が発生した時に左右で同等の水力を維持することができるように左右のエンジンは連結同調していた。 全部胴体もヘリコプターのようなコックピットを備えるように改造され、墜落時にパイロットが脱出できるようにマーチンベーカー製の射出座席が取り付けられていた。ドルニエ博物館に展示されているドルニエドゥー29 292機のドゥー29が製造され、3機目も計画されたが製作されなかった。試作初号機は1958年12月12日に、 初飛行を行った。使用上では90度まで曲げられる、チルトプロペラシステムは、飛行テストでは60度以上に曲げられることはなかったが、失速速度実速 24km と狭い場所での、卓越した性能を発揮してこの機体が、成功策であることを証明した。テスト結果は良好であったが、飛行テストが終了するとそれ以上チルトプロペラシステムの研究は続けられなかった。 テストを終了した D29 の試作機の一機がドイツにあるドルニエ博物館に展示されている。チルト式の推進プロペラ。ありがとうございます。